平さん、天が出るの。いや、だれ。一休みするか。していてくれよ。いやいや、お父上と一緒にいたいの。カオル、わからないことを言ってはダメ。戦が始まるとたくさんの人が死ぬし、せっかく作った田や畑がめちゃめちゃに潰されてしまうんだよ。だからお隣の国へ戦をするのはやめましょうという大切な手紙を持っていくんだよ。
ならないのは私だ。もしあなた方の助太刀がなかったら私は殺されていたかもしれん。獅子丸と言われたな。はい。私はここに戦をやめるための大切な手紙を持っている。私にはこの手紙を届ける役目がある。そうだったのですか。獅子丸殿、私を襲ったあの怪しい奴らは一体何者だろう。魔王ゴースの手下です。魔王ゴース。はい。できたな。春霞、春霞、のどかなり春霞。物あれど人影見えず、妙なところへ来たものよ。ゴースンと日本中に散らばったゴースンの配下を倒すため、
はい。沙織殿、小助とやら。なんだおじさん。幼いのに偉いな。おじさんも偉いよ。だって戦をやめさせるために命をかけてるんだ。おいら戦は大嫌いだ。だって夫もおっかも戦のために死んだんだもん。そうだったのか。おじさん、その手紙きっと届けてね。きっと。約束するよ。しまった。お、さっきのやつだ。あなたには大切な役目が。先急いでください。それちゃんを頼んだぞ。うん、任せとけ。大丈夫？ああ、あ、もし、うん、お、物を尋ねるが。おお、これは死で捕まつった。見ぬからに小憎らしい小僧を連れた旅の者を見かけませんでしたか。小憎らしい小僧。ああ、可愛い男の子を連れた若い男と女なら、あの地蔵のところで別れたな。お、それだ。あ、この先に妙な奴がいる。気をつけていけ。またいずれもらうぞ。しかしこんなものにかかるとは、まだまだ修行が足らんな。シマルはどうしたんだ。般若忍者を追って行ったよ。何、しまった、そいつは罠だ。だいぶ貸しができたようだな。ありがとう。だがどうしてここへ。それは俺の地獄耳だ。村で化け物たちの話を聞いて、こいつは金になるなと思ったんだ。化け物たち。しまった、密使が狙われている。待て、密使。じゃあ途中で会った侍のことかな。それだ、その侍が大事な密使なんだ。
グズグズしておれんぞ。うん、助け、笛だ。飯田龍之介。
おじさん、おじさん、おじさん、平和を守るために命を捨てたんだ。お助、沙織ちゃん、今度は俺たちが命を懸けてこの密書を届けるんだ。コスケちゃんったらすっかり友達になっちゃって。あ、来たよ、捕まえた。あのおじさんは戦にならなくてきっと喜んでくれてるわね。うん、しかしゴースンとの戦いは終わったのではない。今もどっかできっと何かを企んでいるのだ。おじさん、こちら、おじさん、おっと失礼。なんだ、小僧じゃないか。小僧じゃないよ。おう、しまる、今度会った時お礼の金を忘れるなよ。俺は先を急ぐからな。達者でな。俺たちものんびりしていられないな。沙織ちゃん、行こう。助け、行くぞ。